失礼いたします。行きまーす。もう一枚行きまーす。 2K ニュースです。第71回アルソック杯王将戦7番勝負を制した藤井聡太王将が25日新潟県佐渡市の旅館で開催された新王将祝賀会に出席しました。祝賀会には主催者や協賛者、地元関係者など約40人が参加し、藤井王将は会の中で一番印象に残った戦いなどを振り返りながら参加者と交流しました。お迎えください。第71回王将戦では26日から27日にかけて第7局を佐渡市で開催予定でしたが、藤井王将が4連勝したことで同局がなくなり、今回のイベントが開催されることになりました。佐渡と新潟県に初めて訪れるという藤井王将は、自然が綺麗で、また海の幸をはじめ食べ物が大変美味しいところだと伺っているので楽しみにしている、今日は皆さんと楽しい時間を過ごせればと挨拶しました。攻めが非常に厳しくなっています。はい、そうですね、まあ、この時々左手なんか少し、まあ、自分が、そして勝負を振り返り、途中苦戦した将棋も多く4連勝という結果は妨害だった、特に第3局はとても勉強になった、今回の内容を振り返り成長につなげていきたいと語ります。会の中では師匠の杉本昌隆八段と壇上に上がり、改めて第3局の展開を解説しました。これは2日目の休憩ですね。あ、はい。その時のお昼ご飯で何食べたか覚えてますか？結構本日の王将戦では結構その2日目のお昼にカレーをいただくことが多くて、はい、今回もこのタイトルのカレーだったんじゃないかと思います。あ、なるほど、なるほど。こちらの佐渡もありますが、頼めなかったけど次回ウッド何頼もうかなとか何か考えてたり。その中で杉本八段は毎回話題になる昼食も話題に挙げ、もし佐渡にいたら何を食べたいかと質問すると、藤井王将はタイトル戦を何度も開催しているので当時の記事なども見て勉強してから決めたいと思うと話して会場を温めました。また会の中では佐渡アマチュア王将戦の表彰式も実施、藤井王将が勝者へトロフィーを渡す場面もありました。会にはジュニア部門から3人の児童も出席し、日本将棋連盟佐渡支部の三国栄支部長は、今日藤井王将と触れ合った3人は今後化けるのではないか、この貴重な出会いを大切にして今後3人が強くなっていってくれることを期待すると話しました。翌26日には佐渡市内で抽選で選ばれたファンと交流するイベントが予定されています。 2K ニュースでした。